7月6日でございます。ですね。これね。7月6日、広島瀬戸内新聞ニュース号外です。介護事業所の、ね、伊藤さんがね、上半期、過去最悪になっております。まあ特に訪問介護事業所に関してはね、給料が低くて、他の業種で若い人は行く。もうほとんどね、70代、80代、職員がですね、そういうところもある。物価が上がっている。なのに介護業種は引き下げ。もう過去最悪の倒産件数というのはね、もう当然の結果ですよ。さらに、倒産まではいかなくてもね、会社として、事業所そのものを縮小してしまう。そういうケースはね、よく目立っておりますね。正直ね、国はね、介護報酬引き下げを撤回する。そして介護報酬と別枠ね、抜本的な待遇改善をしていかんといかんと思います。そして正直に場合によってはね、公営の事業所をね、作って維持していく。例えばね、広島市であれば、区役所からね、ヘルパー派遣するとか、それぐらいやらないと。ね。これ、高等無形の話じゃないです。2000年に介護保険法ができるまで、広島市で訪問介護をやる校舎がありましたしね。東京でもね、23区でもね、公務員ヘルパーっていたんですよ。広島市内でもね、会社としての倒産はしなくても、個別の事業所をね、閉じたりね、個別の地域の提供がね、こんなね、ケース出てると、他のね、介護会社の幹部の方も伺っております。ぜひね、国も県も市も、早急の対策を取っていかんと、いかんと思います。佐藤先生、現場出身として、ね、出身の、県知事として、ね、本当にね、体を張って、この問題、取り組んでまいります。それでは皆さん、最後までご清聴、はい、ありがとうございました。本当に、現役の皆さんも困るんですよ。ね、ヤングケアラー、ね、ビジネスケアラー、ね、若者ケアラー、そういった皆さんも困るし、ね、あるいはね、高齢になったね、お父さんお母さんがね、若いね、障害者の方をね、介護してるケースもたくさんあります。そういう皆さんも困る。ね、いろんな方が困る。幅広い皆さんが困る。ね、こんなことが続いたら。ぜひね、それをね、ぜひそういう状況をね、ならないようにしていく。とにかく介護サービスがね、だから保険料を取っておきながら介護サービスがね、提供できないと。まあ、提供されないと。ね、保険料があってサービスなしということにならんようにね、あらゆる手段をね、国県市、ね、やっていくべきだと思います。そのために、私、佐藤修一はね、広島県知事、そしてね、介護福祉士、広島県知事、出身の県知事として、体を張ってやってまいります。それでは皆さん、最後までご清聴ありがとうございました。